メリカ、NATO もね、もうすでに確認してますが、北朝鮮軍ね、ロシア軍と一緒にですね、ウクライナで戦うということで、着々とですね、配置が進んでいるんですが、ロイターがですね、次のように報じてます。北朝鮮派兵、NATO が確認ということで、もう公式に出ました。参戦ならば、アメリカは、兵器使用に新制限課さずということで、NATO のルッテ事務総長ですね、昨日ですかね、現地時間、ブリュッセル時間の昨日ですね、ロシアに派兵された北朝鮮軍部隊がロシアクルスク地域に配備されたことを確認したと明らかにしたと、もうコンファームですね。アメリカ国防総省は北朝鮮軍が戦闘に加わった場合、アメリカはウクライナによる米兵器の使用に新たな制限を課さないと発表したと。北朝鮮軍に対して攻撃しても全然いいよということですね。ルッテ氏はロシア派兵に関し、韓国政府の代表団から説明を受けた後、ロシアと北朝鮮の軍事協力の深化はインド太平洋及び欧州大西洋地域の安全保障の両面にとり脅威だと述べたそうです。それからバイデン大統領もですね、今回の北朝鮮のね、部隊派遣は非常に危険だと述べたそうです。アメリカ国防総省は北朝鮮軍兵士1万人が訓練のためロシア東部に派遣されていると推定、先週に発表した3000人から推定値を引き上げたと。すげえ緊迫してますね。国防総省のですね、新報道官は兵士の一部はすでにウクライナ近くにおり、ロシアはこれらの兵士を戦闘に投入したり、ウクライナ国境に近いロシアのクルスク州での戦闘作戦を支援したりする意図があるのではないかと懸念が高まっていると。さらにですね、新報道官は北朝鮮部隊はクルスク方面に進んでいる可能性が高い、しかし今のところ詳細はわからないということですね。戦闘に参加しているかどうかはまだちょっと断定はしていないと。ウクライナのシビハ外相ですね、ここ数週間北朝鮮の派兵をめぐり警告していたものの、同盟国から強い反応はなかったと批判。 X への投稿で NATO 事務総長はようやく確認した、ウクライナの声に耳を傾けることが肝心だ、ウクライナによる対ロシア長距離攻撃に対する制限を今すぐ解除することが解決策だと。全く同感ですね。もう今すぐ全部解除しろっていう感じですね。これまでのところですね、アメリカがでもそれを認めるですね、兆候はないんですよね。北朝鮮を攻撃するのに新たな制限は課さないということなんですが、いや、そうじゃなくてと。もっと後ろにいる北朝鮮のさ、輸送してるもう、輸送部隊とかもやっちゃった方が早くないみたいな話ですよね。相変わらず北朝鮮はですね、この報道ね、まあ肯定も否定もしないという立場でね、国際法には沿っているんだ、仮にいたとしてもみたいなわけのわかんない、そういう対応していると。それからまあこのニュースにね、関連してですね、アメリカ国防総省ね、北朝鮮兵士ロシアに1万人、一部はウクライナ国境近くにというニュースがね、時事通信から出てます。さっきのロイターと基本的には同じですね、新報道官の話をまとめているんですが、これらを受けてですね、これ戦争はもうエスカレートせざるを得ないんじゃないかと、ブルームバーグにですね、こんな記事が出てました。北朝鮮派兵で欧米が迫られる選択肢、戦争がエスカレート以外になしかという非常にちょっとやばい内容ですね。この北朝鮮軍のですね、参戦によってですね、戦争を一段とエスカレートさせる以外選択肢がほぼない状態に追い込まれたというふうに書いてます。ルッテ事務総長のさっきの話があり、対応策の内容次第ではアメリカとその同盟国との間に意見の相違が生じる可能性があると。欧米側は北朝鮮の動きに相応の対応を取るかどうか決断しなければならない。関係者はこの決断がロシアとウクライナの戦争をより多くの外部勢力が関与する世界的なものへと拡大させる転換点になると指摘すると。つまり北朝鮮のせいでですね、世界大戦になってしまうかもしれないということなんですね。私はとっくになってると思ってますけどね。だってロシアが引き込んだんだからさ、イランとね、北朝鮮をね。ルッテ氏は記者団に対し、 NATO はロシアと北朝鮮に対しこうした行動を直ちに停止するよう求めると表明と。これいつもね、日本のことね、いかん法って言ってる人は、これルッテ事務総長にもいかん法って言ってくださいね。まずはやっぱね、口頭で警告なんですよ。やっぱ我々はこうジェントルメンな対応をしちゃいますからね。口頭で警告、まあ聞くわけないんで、もう次の実力行使は考えておく必要があるんですけど、まずは口頭で警告と。クルスクに北朝鮮を派遣する動きは欧米の安全保障だけでなくインド太平洋地域に対する脅威でもあると。先ほどの記事の通りですね。韓国政府高官によると、韓国はですね、ウクライナに武器を直接供与するかどうか検討しており、戦争中の国への殺傷兵器供与を禁止する政府方針を覆す可能性があると。韓国もリスク取ってきますね。韓国製兵器はこれまでもウクライナに送られているが、アメリカが供給していたと。これを韓国がもう直接送ると。韓国はね、確か105ミリ砲弾が大量に今在庫あるんですよね。これも送るんじゃねえかと言われてます。ロシアはですね、北朝鮮がね、毎月100万発ぐらい砲弾送ってんじゃねえかみたいなね、こと言われてるんですけれども、韓国もですね、膨大な数のね、備蓄砲弾がありますので、その一部がウクライナに直接提供されれば、世界最大級の砲兵部隊を持つ2カ国
が戦争に巻き込まれることになると。リトアニアのですね、ランズベルギス外相はですね、ソーシャルメディア上で、今年初めにフランスが提起したウクライナ西部への部隊派遣を今こそ再検討すべきだと。何もしないよりは遅い方がマシだというふうに主張したと。これいつも私が言ってるね、ドニプロ川よりも西側にですね、NATO の部隊がガラッと入ることで、そこにいるウクライナの部隊も前線にもう行っていいよと。ここは全部もう路地担当すっからっていう形で応援すると。直接 NATO 軍はね、戦闘には参加しないけれども、ウクライナ軍が前に行くと。そうするとこれね、間違っちゃったとか言ってロシアが NATO 軍攻撃したりするとマジで世界大戦なんですけど、でもエスカレーションね、ラダー駆け上がってんのはそのね、エスカレーションのこと、階段ね、エスカレーションラダーって言いますけど、駆け上がってんのはロシアの方ですからね。NATO を試すようなことばっかりあってさ、何にも反応しなかったらどんどん上がっちゃうみたいな形だから、もう仕方なく NATO もこれ、応じざるを得ないと。応じないと止めらんないですからね。融和政策は、こういうね、独裁国家を調子こかせるだけなんですよ。なんでやめた方がいいんですけど、これでも戦争のエスカレーションという形でね、リスクはまあ増大するということです。あとね、アメリカのもう一つの選択肢があるというふうにね、この記事言ってるんですね。ウクライナのロシア領内に対する長距離兵器の使用制限を解除することだということやね。バイデン政権はこれがレッドラインというふうにもうなんか凝り固まってるんですけど、今こそやらないとやばいんじゃないのと。そんな中ですね、北朝鮮兵のね、脱走リスクっていうのがあるっていうことをね、前から言ってきたんですが、どうもですね、その脱走リスクをね、低減させるためのね、防御策を講じてるのではないかという報道です。これビジネスインサイダーがまあ伝えてまして、ヤフーニュースに転載されてるんですけど、北朝鮮は自国の兵士がウクライナで脱走する可能性を分かっている。専門家が語るその驚くべき予防策とはということで、兵士の脱走を防ぐための厳しい措置が取られていると北朝鮮の専門家は話しているとこの記事は伝えてるんですね。北朝鮮は厳格な制度と家族を人質にすることで忠誠心を引き出している。ウクライナでの戦争に派遣される北朝鮮軍には脱走を防ぐための厳しい措置が取られるだろうとビジネスインサイダーにこの専門家は語ったそうです。つまりその家族を人質にしてですね、お前が逃げたらどうなるかみたいなことですよね。よくこれチャイナのね、法案なんかもね、やってますけどね、家族人質にしてお前スパイしてこいみたいなことやりますけど、権威主義国家あるある。ですよね。ということで、家族を人質にしてね、厳しく管理、監視してですね、追い込んでいくと。北朝鮮には市民が追跡され、確認された忠誠度に応じて分類される。複雑な社会階層が存在していると。両親や祖父母の行動が受け継がれていることが多く、事実上のカースト制度とされていると。北朝鮮の専門家のロバート・コリンズ氏によると、最も忠誠心が高いと分類されたものだけが陸軍将校になれると。一族郎党ね、火炙りみたいなことにもなりかねないのでね。なので、なかなか彼らは逃げられないのではないかという見方です。ただですね、こういう人たちね、今回兵士ですけど、以前ねチャイナに派遣された労働者とかもいるわけですよ。こういう人たちもですね、ひでみに遭ってるっていうのでね、ちょっとこういうの反乱起こしてみたいなねことが記事出てまして、これ珍しくねアエラなんですけどね、中国に派遣された北朝鮮人労働者たちの苦境を帰国させてほしい異例のストライキもということで、外貨目当てでね奴隷の輸出みたいなこと実はやってたんですけれども、こういう人たちがですね中国に来て5年過ぎてですね、もう帰れねえということで騒ぎ始めていると。なんでまだ帰れないかというとですね、中国では医療品や電子部品の製造、水産加工などの現場でたくさんの北朝鮮人労働者が仕事をしていると。事情を知る複数の関係者によると、工場によって差はあるが、現在の北朝鮮人労働者の賃金は月給ですよ。月給日本円で21円。いや、21円じゃねえや。5万ぐらいだ。月給5万円です。嘘です。21円嘘です。5万円です。1元21円として、月給大体5万円から6万円ぐらいと。北朝鮮側の会社の取り分や、当局への情報を除いて、一人当たりですね、そうですね、1万4000円ぐらい。1万3000から4000円ぐらいが手渡されると。月給ですよ、月給。北朝鮮にとって国外の労働者のもたらす外貨は貴重な収入源と。それでミサイル開発とかしてるので、なかなか返してもらえないと。制裁食らったのに未だに残ってるのはですね、北朝鮮が制裁を意識して、編集などの名目で労働者を送り出して、中国側も黙認してると。正確な数はわからないけれども、多い時で10万人いたと、言われてるんですが、実際に8万人ぐらいだったらしいんですけどね。そういう人たちがですね、未だに残ってると。今年に入ってですね、そういう人たちがストライキまで起こしているということで、労働者がですね、賃金が払われないと、チャイナもね、経済調子悪くてね、賃金払われなくて、そんでストライキを起こして国に帰りたいとか言うてるらしいと。こういう状況ですからね、北朝鮮軍の兵士もね、だいぶ戦場長くなるとホームシックにかかってね、こういうこと言い出すかもしれないと。この労働者だってあれでしょ、裏切らない奴を出してるわけですからね、海外に出すってことはそういうことですよね。なんでこう北朝鮮軍兵士も同じことになるかもしれないなとか思いつつね、果たしてどうなるかというところです。こんな中ですね、日本政府がですね、ウクライナに4700億円の融資を
出すことになりました。なんとこの融資はですね、ロシアの凍結資産を活用した融資でございまして、28日にですねこの融資を実施することが分かったと。国際政治学者のね鶴岡道人先生このように言ってます。本件私は賛成ですが、政府はなぜそれが日本の国益であるかについてのしっかりとした国内向け説明が不可欠と。 G7 としてロシア中央銀行の凍結資産の運用益を活用したウクライナへの500億ドル融資スキームで合意し、4719億円はその日本負担分と、すべて凍結資産からの利益で返済予定と。だから我々は別に払わないんですよ。ロシアが払ってくれるんです。さらにこれをやることによって、ウクライナがね、ロシアの防波堤になってくれれば、日本の国益にもプラスでしょ。北方領土も何も今も、スカスカなわけだからさ。日本でそういう領土的野心むき出しのね、策動にはなかなか出らんないでしょ。そういう意味でやっぱウクライナ今応援しなきゃいけないし、武力による現状変更がね、なし崩し的に認められるっていうのは世の中はですね、日本にとってはもうマイナスでしかないんですよ。自由で開かれたインド太平洋ね、平和な海があるからこそさ、貿易を通して日本は発展できるわけでしょ。それを妨害しようとしてるのがロシアなわけですから。これ野望打ち砕けなんてどうすんのって話ですよね。チャイナはね、非常にアンビバレントなんですよ。あいつら貿易で儲けてるくせにね、貿易を否定するような奴らをちょっと向こうに好意的な中立みたいになってて、でも応援しきれないのはやっぱ貿易がないとあの国は今やばい。経済もやばいしね、経済倒れるとね、共産党もやばいからみたいな、そういう事情があるわけですけれども、日本としてはですね、ウクライナを応援するのがもちろん国益につながるわけですよね。その辺をですね、やっぱきちっと説明するべきではないかと鶴岡先生はおっしゃってます。この件についてはですね、なんかね、何兆円も日本がウクライナに払わなきゃいけないんだみたいなことをですね、デマを吹聴していたね、親ロ派並びにそれに乗せられた人ね、はいて名前言いますけども、長谷川幸宏さんもね、この件いろいろ拡散してましたけど、そんなことないでしょ。ロシアの凍結資産から出すんだ、侵略国の攻撃を防ぐための費用は侵略国が負担するというね、素晴らしいルールができたなというふうに思うんで、大いにねこれはね協力していく必要があるかなと。そんな中ですね、ウクライナ軍はですね、クルスクで快進撃を続けておりまして、ユーロマイダンプレスによるとですね、ウクライナ軍のエリート旅団がロシアの攻撃部隊を破壊しまして、ロシアはですねクルスク解放期限をですね延期するというですね、あれキーウの解放期限はどうなったんですかね。3日で取るって言ってたんですけどね、もうそろそろ3年経つんですけどね、またあのなんか延期になったみたいですと。これあのウクライナ軍のあの発表なんですけどね、ブラッドレー装甲車を使ってですね、7キロの道路沿線に渡ってですね進撃を行って、わずか5分でですねやっつけてしまったと。さらにまああの現在ねロシア軍を包囲する方向で閉じ込めていると。非常にあのウクライナ軍も今ねクルスクでは奮戦しておりますが、ただね東部戦線でね相変わらずじわじわゾンビ攻撃は来てますので、これ防ぐためにもねアメリカは今すぐね使用制限撤廃してほしいなと。弾薬庫やっちまえばもう前出れないんだからさ、とっとと協力しろよっていうふうに思うんですけどね。今日の内容面白い、興味深いと思った方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。